こんにちは。髪切ってゴリラみたいになった漁師浜湯です。今日の食材なんですが、まず4日前に飛びましょう。どうぞ。はい、飲み過ぎた4日か5日前の漁師浜湯です。こちらです。めちゃくちゃでかいです。今年一番のが取れました。じゃあ重さを測ってみましょう。はい、で重さが 8.7 キロです。で長さの方が1メーター12センチもあります。でこれを4日間か5日間、お腹とエラを取って熟成させます。じゃあやっていきましょう。はい、じゃあ視聴者さんからいただいたこの巨大なまな板を使っていきます。はい、じゃあまずこのエラを取っていきます。エラ膜を切って、でまあこの釜を落としてこっちのエラ膜も取りましょう。このエラの付け根を切り取っていきます。なんかいろいろとくっついとんな。ついでに内臓が取れました。まあ外やし内臓の中身でも確認するか。てか胃袋もね、食えるから置いて食おうか。胃袋の中身はなんじゃこれは。なんか骨入ってました。まあこれも湯引きにしたら食えるんで、これ置いときます。でお腹を割っていきます。内臓をなるべく傷つけないように線を入れていきます。で指で引っ張ります。こうすることで内臓が、傷がつきませんね。なんかめっちゃうまくいったわ。で卵を取っていきます。お尻の方から。よし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 。卵だけでこのでかさですよ。でかー。でこちらの巨大な卵も食べるんで冷凍しておきます。でここの内膜を切ります。これで、ここの血合いを取っていきます。まあスプーンとかささらがあったらいいんだけど、ちょっと今ないんで、包丁でこそぎ落としましょう。はい、道具がないのでまあ多少残りましたが、だいたい綺麗に洗えました。これをじゃあ今から氷水につけます。はい、でだいたい浮かるだけの、水が張れました。で本番は紙に包んで袋とかした方がいいんですけど、まあちょっとあのこんなでかいのするのないんで、このまま、4日間寝かしたいと思います。4日ぐらいだったら多分十分いけます。じゃあ4日後の僕へ、バイバイ。はい、というわけで4日前の僕ありがとう。というわけで今日の漁師飯の食材がこちらです。巨大なサワラです。お腹周りももう全然大丈夫だし、4日経ってるのに身はまだパツンパツンです。で今日はこの子を使って船盛りとかまあいろいろ作っていきます。で最近サワラでようやく休みで、まあさばくの久々なんで、で船盛りも初めてだし、まあ温かい目で見てください。この態度で船盛りは1回あるかな。まあいいや、始めましょう。レッツゴー。はい、じゃあまずは頭を落としていきましょう。よいしょ。おでこっちも落としていきますよ。ついでにカマももう取りますよ。へ、こんな感じです。でお腹周り脂もしっかり回って美味しそうですね。大トロです。これ当然焼いて食べるか、まあ、なんかします。反対も取りますよ。でまな板を回転させましょう。サワラはね、大きいほど身がもう割れやすいし、多分これもう割れるから、割れてるから。で加工場の人に聞いたんですけど、オスメスの見分け方はメスがこう開いていて、オスの方がこれがこう閉じてるそうです。だからまあ本当にちょっとしか見分けがつかないぐらいですね。豆知識です。はい、じゃあさばいていきますが、あまりにも見にくかったらもうカットします。じゃあいきます。あまりうまくいった気がしませんが、どうだろう。よし、じゃあまたまな板ごと返しましょう。ほっほっ、やっ、よいしょ。でまあなるべく身を割らないように開けていきます。よいしょ。はい、37点ですね。ここら辺はね、まあうまくいってます。でここ残ってます。修行が必要です。で身ももっと脂乗ってるのかなと思ったら、割合そうでもないですね。で本当はこのままさばいた方がいいんですけど、僕できないんで返します。で返して、でまな板ごと返すよっ。欲しいだ。んだらまたこっちから包丁入れていきます。わっ、骨が大きいからガッタガタ。よし、で反対。よし、よいしょ。あららら。でここら辺の身はね、あのネギトロ作るためにあえて残しました。さばいた後でこれぐらいうまくなりたいな。全然上達しねえんだよなこれが。はい、綺麗に取れました。これをもう古風の器に乗せて、でネギを乗せる。はい、ネギトロの完成です。
じゃあクソほど大きいのでこっちだけ使います。でこっちの方は、まあ、適当な大きさに切り分けて、冷凍保存しましょう。まあ、冷凍すると若干柔らかくなるんですが刺身でも十分食べれます。切断面はこんな感じです。あんまり油が乗ってないですね、ちょっと残念。はい、これで冷凍庫1個は松岡さん家に持っていきます。まあとりあえずここら辺から下はもう骨がないので、真っ二つにここで切っちゃいます。で腹骨を引いていきます。まあこれも生温かい目で見てください。いいんじゃないの、どうなのはい、腹骨が取れました。でまあ盛大にえぐれてめっちゃ下手くそですが、次薄皮を取っていきます。よし、さすがお腹だね、お腹は脂あるね。よし、よい。はい、まあ若干ガタガタですが、取れました。次に血合い骨を取っていきます。血合い骨を取っていく。よいしょ。でこれが下身で、チェーブが取れました。いっぱい身がついてるんでこれも炊きましょう。でちょっと先に西京漬け作るんで下身の方を切っていきます。下身ちゃう、お尻の方で。もう切り方知らんので適当に切ります。まっすぐ、男は黙ってまっすぐだ。これをつけていきます。ザクッとこれをつけていく。白味噌で酒でみりんで砂糖で、この追いがつおつゆもちょっと足しましょう。うん、すごいいい香りになった。でちょっと味見。うん、うまい。これでいこう。で漬け込みます。で本当は多分先ね塩で脱水した方がいいんですけど、ちょっともうめんどくさいんでこのままいっちゃいますね。西京漬けおいしく作るならぬり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 。はい、じゃあ漬かりました。でとりあえずこれは適当に置いときましょう。はい、じゃあこれを切っていきます。いつもの、はい、せーの、バトル。さケラ下ろす。はい、妹を起こしてあげる優しいお兄ちゃんでございます。じゃあどうしようかな。縦半分に、よいしょと。でこの皮は炙って食べます。で次に皮を引いていきます。はい、皮が途中で切れましたと。で反対から入れて、皮を取っていきます。はい、これで取れました。でお腹側はやっぱ若干脂があります。で僕は別段おしゃれな切り方とかできんので普通に切っていきます。でこれらは後から船盛りにするんで、とりあえずのしておきます。よ、はい、じゃあ次背中側。で背中側はあの叩きするんでどうしようかな。うん、ここで切る。でまあおしゃれな切り込みなんかはもう必要ないです。これで置いときます。でこの尻尾側を、皮引いていきましょう。よし、よいしょ。でこれも切っていきます。はい、切れました。これものけておきます。はい、じゃあサワラの盛りにするやつを炙りましょう。はい、じゃあ軽く塩を振って、で裏面も。それじゃあこいつを炙ります。で、こんがり炙れました。僕はいつも皮しかやりません。まあ、これでいいと思います。このまま冷蔵庫で冷やしておきます。で、次にこの超巨大マコを炊いていきます。これもね、水の中にぶち込んでました。これでもしカラスミできたら美味しいでしょうね。で、あんまり大きいんで半分に切ります。よし。で、中身はこんな感じ。で、これを鍋に入れて、よいしょ。で、釜も。で、この血合いのとこ。で、まあ、なんじゃかんじゃ余ったやつ。で、置いとった釜。で、ここに酒。酒を大量に入れます。あの下茹でとかそんなもんは必要ないです。酒入れとけばなんとかなる。で好みの色まで醤油を加えよう。
まあ、大体もう黒っぽいなって思ったらいいです。でみりんで砂糖、これもちょっと多いぐらい。じゃあこれをよいしょで火にかけます。でアルミホイルで落とし蓋、よしで真ん中にあたー、これで火にかけておきます。でもう一個水沸騰させて、では胃を投入で、胃をさっとボイルしたら火を止めてこの中に入れます。でこれを軽く洗って置いておきます。でこの卵を焼きたいんやけど絶対火が通らんからアルミホイルで包みます。でこれで OK で、これももういいでしょ、余分なね、この なんか取り除きます。じゃあコンロにこの包んだやつとでサワラも並べて焼いていきます。で味噌がついてて焦げやすいんでかなり弱火でやっていきましょう。はい、じゃあこっちはどうかなということで、結構美味しそうにできておりますね。もう蓋いいかな、熱っ。で次はこれ、水気を取った先ほどのいいですね、これを細かく細く切っていきます。ちゃんちゃんにしても美味しそうだな。あごめんなさい、ちょっとまだらちゃんのちゃこ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 、よし、こんにちは、登場でございます。かわいいですね、あららら。気を取り直して全部切っていきましょう。はい、じゃあ全部切れました。じゃあこれを豪快にお椀にぶち込みます。でネギで、このポン酢がなんか高いんですけどうまいらしいんでこれ入れていきます。あんま入れん方がいいかな。はい、じゃあ一本酢完成で、こっちも美味しそうに焼けました。はい、じゃあこちら巨大な船を借りてきたのでこれに盛り付けていきます。でなんか盛り付ける竹あるじゃないですか、あれ欲しいなと思って今からちょっと切りいってきます。はい、じゃあ竹を取りに来ました。新品の竹はもったいないんで中古の竹を探しましょう。行きましょう。どこかに中古で緑のいい竹はないものか。まあ緑じゃなくてもいいや、この倒れてる竹を使いましょう。はい、いや、お気休みの日にわざわざこんなことしてるって面白くないですか。はい、じゃあ次これに縦にまっすぐ切れ込みを入れます。で切れ込みが入ったら、ナタがないので仕事用の切れない包丁で割っていきます。うっせい、うっせい、よっしゃー。はい、じゃあ2つに割れました。あとは中を洗って使っていきます。はい、竹が洗えました。嘘です、やっぱねちょっと汚すぎたんで綺麗なやつ切ってきました。そしたらこちらの船にまずは大量の大根を引いていきます。はい、じゃあ大量の大根が引けました。でまず頭を置きます。で次になんとなく骨を置きましょう。そしたらたくさんの葉っぱを並べていきます。葉っぱ葉っぱ葉っぱ一枚あればいい。でここにまず背中の身を並べていきます。もうね、横じゃなくて縦、いっぱい積むやつあるからな。レア皮を入れて種類を分断。こちらにも大葉、まあレモンとかも添えて、で炙り刺しを並べてやります。よいしょ。でドカッと真ん中にこの竹を置こう。ここには、サワラの森のやつの炙り刺し、ネギトロ、よし、いい、いい感じ。でまあ設計ミスによりこっちの方埋まってるけど後から掘り起こす楽しさがあるというわけです。で実はウニもいただいたのでウニも並べていきます。ウニはここら辺に、とりあえず1個でか、ウニは置くやな。でシソとか置いて、でアワビ2丁で、まああとも同じ感じで並べていきます。はい、それじゃあなんやかんやで浜湯特製男の船盛り完成です。はい、それじゃあ浜湯特製サワラのフルコース完成です。それじゃあ竹を始めようか。
はい、じゃあ家族も待たしてるので手短にサクッといただきます。お疲れ様、乾杯。でまあ素人にしては見事にできたんじゃないでしょうか、この最強焼き。いただきます。うん、うまっ。短い時間にしては結構味が染み込んでますね。じゃあ次はこの炙り刺し。うん、うんうん、やっぱ一番腹だけあってごっつい油。次は叩き。うん、これも美味しい。変に切れ込み入れん方がええわ。でネギトロ。うん、あっさり美味しいって感じかな。叩いてネチョネチョにした方が俺は好きかもしれません。で一本酢。うん、ごっつい弾力だ。うん、でも全然臭みなくて美味しいです。で焼き卵に煮卵。どっちもね、大きい割にキメが細かくて美味しいです。まあね、この後暴飲暴食が控えてるわけなんですが、後ろをご覧ください。もうこれ片付けが大変です。ではあとはゆるりとではなく暴飲暴食といきましょう。ごちそうさまでした。でマダラにも一つ。美味しい。美味しいと喋りましたね。はい、皆様いかがだったでしょうか。サワラのフルコース船盛り、結構ね綺麗にできました。動画が公開される頃にはもうサワラはすっかりいないかもしれませんが、皆さんも来年でっかいサワラ買う時があれば挑戦してみてください。じゃあこの後暴飲暴食へ行きます。レッツゴー。お疲れ様でした。バイバイ。